はい、ではですね、前回はこういうふうに EDS、ステム像、ちょっとすみません、ステム像を撮りました。じゃあ次、EDS を撮りたいと思います。EDS はですね、事前にある程度まで進んでいましたね。液体窒素を入れて、バイアスのところのこのレディが光る。これがですね、フィールが光って、液体窒素を入れてると約70分後ぐらいに光ります。うん。まあ、かなり待ってってことですね。1時間ちょっと待ってということですね。そしたらこれをオンにします。上げて。はい。で、これオンになりました。で、あともう一個。こっちの装置も、オンにします。どこかな？これか。これですね。これもオンにします。オンになると光りますね。で、この装置何かって言いますと、今ちょっと私のマニュアルちょっと見ますね。それは確か、DPP ですから、EDS 信号の機械アナライザー、アナライザーと呼ばれるものの電源をオンしたということですね。で、これで、EDS 測定ができる準備ができました。そしたら、EDS 測定用の画面に移って、映ります。よいしょ。ここの横にそれがあります。まあとりあえず映しても困るようなもんがちょっとありそうな気がしますね。ギリギリまでにしときましょうか。とりあえず一瞬しか映らないでしょ。でまずやることですけど、本研究室では、じゃあ本機関では、ここにあります、見たらいかんようなものが映っとんな。ここに2013の200ケーブルで映っとると思いますけど、2013の200ケーブル VGRGVREG、これですね。正確に読むと2013-1029の200ケーブルの REG を、これをクリックします。で、OK でいいです。で、これになりました。で、次に、アナリシスステーションやります。で、ここの研究室なんじゃなくて、ここの機関結構外国の方が多いので、イングリッシュバージョンも整備されています。あ、なんか今、見せてはいけないものは見えたかもしれないです。まあ、もう見なかったかもしれないです。で、イングリッシュバージョンがあります。で、日本語でもいいです。日本語版はこっちですね。日本語版にしておきましょうか。あ、間違えました。一つ忘れてました。これじゃないです。すいません。これはまた後です。システム、次ごめんなさい。まず戻りますと、まず最初に、これをやります。これね。これで、その次が、アナライザーマネージャーを起動します。これですね。うん。アナライザーマネージャーが起動します。で、こんな画面が出ます。こういうのが。出ますね。アナライザーマネージャー出ます。で、今どうなってるのかっていうのが表示されます。ちょっとごめんなさい。うまく位置合わせできないな。こんな画面が表示されます。この画面がね。で、その次に、このアナリシスステーションというものをつけます。うん、こんなふうになります。で、係数率なかなかいいですね。これ50超えないあたりがいいです。20とか30とか一説には。いいと言われてます。50超えない値がいいです。20とか30が本当は取れればいいです。まあ、うまくいかないこともあります、ね。そこはどうするかっていうのはなかなか難しいところですね。まあ、人によっては30、40っていう人もいると思いますけど、まあ、30ぐらい値が取れれば本当は一番いいです。まあ、そこはちょっといろいろとやらなきゃいけないんですけどね。とりあえずまあ、これで、とりあえず今回チュートリアルっていうか、基本的な使い方をするためにやってますね。このようにします。で、次ですけど、ここの画面が出たら、この検出器、この上にある検出器を近づけます。これ近づけるためには、このボタンを押します。これを2、3秒長押しします。1、2、なんか、そしたら、ブーって動きます。なぜか、
このアナライザーが動いてるのが分かると思います。近づいてます。それで、これでやっと像が取れるようになるはずです。これステム像と連動してますんで、あれですね、まずここまでやってよしと、ここまで来ましたね。やっともう少しですね、来ましたね。でここまで来たら、シークエンスというものをします。収集ですね。英語ではシークエンス SEQ で、ね、収集のボタンを押します。で収集ボタンを押すとこういう風に始まります。ちょっと分かりづらいかもしれないです。このステム像が取っていて、でこの像で対して収集しています。で今これちょっとケースモニターが非常に小さいので、本当はもっと大きな条件を取らなきゃいけないです。でいくつか出てくると、で銅メッシュがあるので銅がどうしても入ってきます。銅入れたくないって人は銅じゃない、基板というかものか、メッシュのものを買ってください。チップというのがちょっと分かんないですけど、名前がちょっと私もちゃんと忘れちゃって申し訳ないんですけど、ちゃんとしたものがありますんで、それでやっと、でこんなのがあります。で自動訂正したりピーク同定したりっていうボタンがあります。まあ英語でも似たようなのがありますんで、これで出てきます。訂正でやると自動的になってくれます。シリコンとかジャーマニウム入ってますねっていうのが出てきます。あと酸素とか C とかですね。でまあ候補になるのはまあ概ねこんな間違ってないと思うんで、これでいいと思います。うん、同定も押し、あ、いいですね。まあ訂正、もう一回訂正を押す。で周期表でもいいです。うん、まあ訂正を押せばいいですね。うん、でこれで分かると。でこれでまあ止めればいいかなと思いますんで、これで止めるかな。で停止でいいと思いますね。停止、これでいいです。でこれもちょっと止めましょうか。で次にマッピングいくと思います。今ちょっと画面見ると位置がずれてるんで、ちょっと変えてみますね。これちょっと難しいんですよね、トラックアボルドのね位置合わせがね。真ん中にしてみましょう。でちょっとコントラストもあんまりちょっと良くなかったので、コントラストもちょっと変えておきますね。パチパチと、うん、こんなもんですね。じゃあ、撮ってみましょう。なんか今ちょっと画面があんまり良くないな、位置が良くないのかな、もっと見やすくしたいですね。まあといってもチュートリアルでおおむねあれですか。でその次にですね、マップやってみましょう。マップするとこんなようになります。あ、そうか、マップの前にいくつかやることがあったかな。あ、ちょっと止めてみますかね、ごめんなさいね。これ止めましょうかね、停止しましょう。ちょっとやることがありましたね、他に。即停止でもこれ閉じます。どうするんだったかな。ちょっと英語のバージョンのマニュアルしかないな。ちょっと待ってくださいね。まずそうですね、画像っていうボタンを押して像を収集すると。でこんな像が出るといいでしょうね。これ止めましょう、停止。で今像を画像で撮りましたね。で、その後にシークエンシャルを押して、ちょっと待ってね。やはり、あれだな、ものが違うから、収集、あ、これ違うな、やっぱり。指定したな。これ違いますね。ごめんなさい。ちょっと迷走してます。
英語とバージョンが違うんで、分析はちょっと待ってね、イメージを映して画像をして、シークエンシャルとしてポイントをボックスを選択して、画面中で分析したい箇所を指定して、クォンティブアナリシスにチェックを入れて測定を開始すると点分析できるので、選択か、違うな、抽出か、違う、抽出だ。英語の場合ちょっと日本あるんで、ちょっとまず日本語のバージョンで見てみますね。で、まず画像を押して像を出したら、次は抽出のボタンを押して、で、点を選ぶときは点です。で、定量やりたければ定量で、で、自動させたければ自動で、手動だったら手動でもいいです。手動っていうのはこう押すと周期率表で、これに限ったやつを出すってことです。まあ自動でいいと思います。で、分類もなくてもいいかなと。で、測定対象はまあこのままでいいかなと。で、これでここに点をまず取っていくと見ることができます。PDTD のデータがないので追加できません。ちょっと待ってくださいね。どういうことだ、もう一回画像集とかしてみましょう。これでいけるはずですが、で、抽出で定量条件も入れると座符法とか霊障法でもできるということですね。霊障法が確か白膜には良かったはずです。座符は参照物体がないときですね。あとは計算法単体と参加物もありますけど、まあ霊障法が白膜に向いたものだと記憶してます。 BDT の話題追加できません。あららららら、開始してもできませんもんね。選択でもないね。なんか私は間違ってますね。なんか間違ってるな。多分収集してないからかな。一回収集をして、で、これで停止して、訂正をして、これで問題なくなったらこっちに移動して、でこれで画像にして、ちょっとすいません、迷走してますね、かなり迷走してますね。名簿版にしてしまうかだな。で、まあこれでいいと思いますんで、まあ2回目にまず測定してるみたいですね、機械が。画面のざらつきはかなり綺麗なんで、背景の、かなりあれですね、連線の状態がいいですね。で、これとね、あれ抽出ないですね、分析もできない。どうなってんだ。ちょっとごめんなさい、うまくいってませんね、ちょっとやり直します。英語の方やってみます。英語の方開いて、ごめんなさいね。で、もう一回やってみますね。シークエンシャルを押して、まあこれでいいでしょう。これでストップして、クオリティで、これで OK で、ここで OK と。クローズ。で、イメージ。押して、同じですね。何がおかしかったかな。合ってるはずですね。で、これでストップで、シークエンシャルが出るはずですね。なんでないのかな。おかしいな、出ないですね。
飼育員のボタンが出てこない。なんでだろう。おかしいな。一回マップを押してデータを取得しないとダメみたいですね。それとも何か私が間違えてるのかもしれない。まあ、こんな風に出るわけですね。これをずっと待ち続けるともっと精度にまで出ます。シリコンのゲルマニウムとか、銅とか結構入ってますねとか、酸素いっぱいありますねとか、カッパいっぱいありますねとか出てきます。で、酸素は結構難しいんですよね。本当にこれなのかっていうのは表面についてるだけかもしれないので、そこはなかなか難しいところですね。まあ、でも結構像ビームが後ろの裏側が綺麗にこう出てるので、ここはあんまり ビームがあんまり安定しないところですね。ビームが綺麗に安定してくると、このようにムラがないような状態のバックグラウンドになりますので、それが一番いいですね。まあそういうものになるといいんですけど、ビームが安定してない状況になると結構大変です。まあそういうのが取れるといいんですけど、まあ、結構安定してる感じはしますね。ああこんな感じですね。ああもうすごい綺麗に取れてますね。ここのカウントが結構低い割には、意外にバーセント係数率が低い、小さい割には結構綺麗に出てるのがすごいですねちょっと信じられないですけど、まあこういう感じでできます。でこれとあとはテムで取った像を同じ資料のに対して比較するといいということですね。こうやって EDS でいきます。で微小なものに対して、どんなふうに分布してるのか分かりますね。まあ、R1 の部分でどの元素が良いのか、まあ、もっとたくさん貯めなきゃいけないんですけど、今回これあれ例なのでちょっと止めます。でもイミディエトリーでいいです。で、おかしいですね。本当は点分析もできるはずなんですけどね。なぜかできなくなってますね。不思議だな。スペックのためが足りないのかもしれないですね。ちょっとよくわかんないですね。ここの点のダイレクトな塗装製品をですね、確かできたはずなんですけど、おかしいですね。よくわかんないですね。何ですかね。いけるはずなんですかね。わからない。わからない。こんだけ出てればクオリフィケーションでいけるだろうし。イメージ取得して。でシークエンスが出てくるはずですけどね、出てこないのはよくわからないですね。不思議だ。何がいけないんだろうな。点分析はねできたはずなんですけど、ちょっとうまくいってないですね、今はね。なんでかな。ここのシークエンションのボタンが動くはずなんですけど、イメージのボタンを押した後に。出てこないですね。なんでかな。不思議ですね。なぜうまくいかないんだろう。ちょっともう一回やってみます。わからない。あ、でも抽出が出てくるな。ちょっと待ってくださいね。もう一回画像取得してみますね。
英語と日本語で全然なんか対北関係がなさそうな文字が書いてあるのって分かんないですね。イメージはまあいい、画像はいいとして、抽出はシークエンスっていうのはちょっと分かんないですね。点で PTD データがないので追加できませんって書いてある。どういうことかな。本来はこれでいけるはずなんですけどね。なんでですかね、PTD データがない、なんでできなくなっちゃった。前はいけたんだろうな。PTDA ってこれのこと？昔はできたのに今できなくなっちゃったな。わかんないっすね。レーション法でいいはずですね。なんでだ？点分析。ああ、右クリックで点分析やんなきゃダメなんですかね。ああ、出てる出てる。停止で。うん。ここで右クリックしなきゃいけないですね。なぜかな？こんな風じゃなかった気がするんだけど。おかしいなぁ。で、定量ボタンを押す。自動で全部やれてる気がするんですけどね。右クリックでしかできなくなってるなぁ。なんでだろうなぁ。で、定量ボタンですね。で、これ出てくることですね。原子数濃度が、うん。まあ、まあ、こんなもんじゃないですかね。おかしいなぁ。あれ？ちょっと待ってくださいね。ちょっとこっちを見てみますね。なんでだろうな。わかんないな。イメージ取ってみるか。まずイメージ取らないことにはわかんないですからね。イメージを取って、でストップ。あれ、なんかポップアップになってるな。あ、じゃあこれでいいでしょう。で、これ PTD データっていうのがよくわかんないですね。なんでできなくなっちゃってんだろうな。あれ、なんでできなくなってるんだろう。ああ、違いますね。わからない。おそらくスポットでいけることになるんでしょうけど。おかしいですね。いくつか点点点と指定して測定できたはずなんですけどね、いつまでができなくなっちゃってるな。わからない。PTTD データがない。ちょっとよくわからない。どうしてしまったんだろうな。前と違う気がするな。まあこんな風な感じでいくつかできるということですね。まあ、この、プログラム上扱うのは皆さんいくらかできると思いますんで、それでやってもらえばいいと思いますね。おかしいなぁ。それにしても、連続でできたはずなんですけどね。このシークエンシャルのボタンだったかなぁ。あ、これですね。このボタンですね。間違えてますね、私が。これだと、こうやっていけるんですね。で、オートマニュアル。ってことですね。ああ、いけましたね。こうやってできます。ちょっと日本語の方もやってみましょう。日本語の方これですね。まあ、ソフトの取り方については業者に聞いた方が早いですね。うまくいってないな。左クリックに1回。で、まず画像で収集。本当はあのですね、収集やっ
定を行って、組成が何かをまず 何が入ってるかを分析した後に画像ですね。まあいいですけど、画像をまず取得して、まあどうせ左から順番にやれるようになってるはずなので、でこの収集ちょっと時間かかりますけど待って、でもある程度もうやってくれてますね、機械はね。まあ今回チュートリアルなので、皆さんもう少し長く撮ってもらって、訂正ちゃんと分析してある程度あると目的のものが、でこれでいいと、でまあこれでよしと、で次がマップでもいいですし、あとは連続ですね、間違えてましたね、で点でこことかこことかここと、で定量と、で定量条件は霊障法、これは白膜用ですね。で座布法はある程度の厚みがあるときですね。でも使ってるエネルギーが高いので、座布法だと、ほぼ透過してしまう気がするんですよね。透過法で取って、テム透過法ですもんね。これどうやって評価してるのか全くわからないですね。白膜の場合は。ごめんなさい。ちょっと私も勉強不足です。もしかしたら白膜に対してうまくできる方があるかもしれない。霊障法は白膜で対応できた気がします。ごめんなさい、私もかなり勉強不足ですね。確か霊障法が有名だった気がします。座布法も、定量できればいいですね。まあ霊障法でいいかなと思ってます。座布法か、座布法でできればいいんですけどね。座布法か、厚みが、まあ霊障ですね。でこれでいけばいいですね。で開始すればいけます。すれば順番にやってくれます。いくつかポンポンポンとしてますね。ごめんなさいね。で私の結構、忘れてました。連続でしたね、ここでしたね。英語も多分ここですね、選ぶのは。すいません。でいくとここの下に出てきます、結果が。でこれを、出てきた結果をダブルクリックするとまた出てきますんで、それでやってください。残り時間もここに出てきますんで、結構長いんでちょっと止めます。まあこんな感じでできますんで。で、この結果が出てきますんで。で定量結果もここにできます。ね、で出てきますんで、こうやってやってください。英語版もそうですね。あれ？あれ？英語版もそうですね。このシークエンスですね。間違ってなかったですね。イメージやスペック。で、マッピングもありますので、シークエンスっていうのをやっていただければということですね。で、セーブはそんな難しくないようにしていただければと思います。で、まあ、これで以上で、まあ、EDX の使い方を、EDS の、まあ、どっちでもいいんですけど、EDS か EDX、どっちでもいいんですけど、使い方は終わりですね。あとは、まあ、立ち下げですね。セーブの仕方はそんな難しくないので、まあ、ファイルからセーブするだけなので、セーブアズでやるだけなので、いいですね。でも、これ閉じますね。EDS 使用した場合は立ち下げを開始するので、どうしましょうかね。まず EDS 終わらせましょうか。 EDS はですね、このバツ印を押した後にこのバイアスのボタンをオフにします。で、あとは PC 閉じるだけですね。終了オプションですね。で、電源切りですね。で、まあ今度次、そんなこんなで終わりですね。あとは装置、このごめんなさい、あと忘れてました。こいつをですね、下げなきゃいけないです。こいつ先に下げた方がいいですね、本当に。1、2秒。その後から、この、これを切った方がいいですね。で、測定するときだけ、これ近づけます。だから、また新たに違う位置のサンプルを探すときには、これは、下げた方がいいです。汚れちゃいますからね。検出器がね。で、こんな感じであります。ごめんなさい。段取りがすごい悪いです。じゃあ次は、のステムの終わり方やろうと思いますね。ちょっと一回閉じますね。